皆さんこんにちは、マサです。僕は今オーストラリアにいるクイーンズランド大学に留学しています。それではまずはじめに、僕がなぜ留学しようかと思ったきっかけについてですね。最初僕はすごい海外、世界が広そうだなとか、友達作れたら面白いんだろうなとか、そういう漠然としたイメージだったんですけど、英語が喋れたらやっぱり友達とも仲良くなれるし、かっこいいんじゃないかなって思って、大学生になってから英語の勉強をし始めるようになりました。あとは海外に住んでみたいとも思ったり、ドラマとか映画とか見てるとすごいかっこいいなと思ったので、英語を学びたいと思いました。僕は学校のプログラムで語学学校とインターンシップの2つのことができるプログラムに参加していて、語学学校ではビジネス英語やアカデミックな英語を勉強しています。周りの子はいろんな国から来ている子が多くて、文化の違いなどあるんですけど、そこも面白い留学の一つの魅力だと思います。例えばビジネス英語では南米から来ている子が多かったのですが、彼らはすごい主張が激しくて、これは別にいい意味なんですけど、あんまり順序を守んないで思ったことすぐバンバン言っちゃうんで、日本人からするとなんかちゃんと順番を守ってほしいなって思ったりしたんですけど、僕は順序を守ってほしいって思ってて、向こうは日本人もなんか意見を言ってよっていう、この文化の違いとかが後で分かったりして、そのモヤモヤが解消された時はなんか自分の中でも、あ、これが文化の違いなんだって思って、まあ、でもお互いの良いところもあるし悪いところもあるので、留学に来るとこういう新しい発見が生まれるんだなと思いました。あとは単純に国のことを知ってるようで知らなくて、例えばサウジアラビアのこととか、僕はイメージ的に砂漠とか絨毯とかしかなかったんですけど、サウジアラビアの友達クラスメイトにいて、彼は結構ゲームが好きでゲームばっかしてるんですね。よくクラスの中で漫画のワンピースの話とかをして盛り上がったりしてました。あとすごいフレンドリーだったので、怖いイメージしかなかったサウジアラビアも今では結構行きたいなって思える国の一つになりました。留学に来るとやっぱこういうことがメリットだなって思います。インターンシップはこれからなんですけど、海外で働くっていう経験はまた日本で働くとかと違った観点や経験を重ねることができると思うので、これからどうなるかすごい楽しみにしています。休日の過ごし方について、休日は主にシティが唯一栄えているところなので、みんなそこに集まります。オーストラリア自然がすごいので、土日に動物園もあるのでコアラを見たりとかカンガルーを見たりとかしてます。あと僕のホームステイの家が山に近いので、でそこの上から街の様子を一望したりしています。最後に、これから留学する皆さんへのメッセージなんですけど、僕が勉強を始めたのが、本当に勉強始めたのが大学からで、最初はそんな別になんか確固たる自信を持って英語を勉強したいとかじゃなかったんですけど、やっぱ友達になりたいとか、海外のドラマとか映画の表現をもっとよく知りたいとか、そういう小さなことから新しい世界を見ることができるような経験が留学にはできると思ってて、僕も最初はなんか留学行ってそんな変わるのかなと思ったんですけど、やっぱ周りの身近に友達ができると、今度日本帰った時にあの友達のところに会いに行きたいとか、友達が喋ってる言語、スペイン語とかアラビア語とか中国語とか学びたいよねって思ったりしました。これは日本でいたら絶対できない経験だと思います。なのでぜひ皆さん留学に行きましょう。